はい、ということで、今日は稲富コーチにインタビューしたいと思います。あら、渡辺コーチ、こんにちは。お、稲富コーチ、今球出し練習中です。ちょっと近づいちゃいましょう。すみません、稲富コーチ、練習中にすみません、はい、ちょっとインタビューしたいんですけど、お時間よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、では改めて稲富コーチ、質問に行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、では改めまして、お名前をお願いします。はい、稲富二郎です。はい、稲富コーチね。はい、じゃあニックネームなどありますか。はい、溝の口のメンバーからは、二郎さん、二郎太、前勤めていた宝塚校からは稲さん、僕の奥さんからは稲ちゃん、奥さんも稲ちゃんですけどね。そうですね。はい、はい、では出身はどちらですか。はい、ですね、兵庫県芦屋市に、はい、からです。生まれがエジンバラ、イギリスの北の外れです。エジンバラ帰ってきて兵庫県でずっと育ったという感じです。あ、じゃあ後でエジンバラどの辺かって、写真つけておきますね。はい、はい、じゃあ誕生日いつですか。はい、昭和46年6月24日。6月24日、もうすぐ50歳になります。50歳、もう見えないですね。はい、じゃあ使用しているラケットは何になりますか。はい、こちらですね、ヘッドの、プレステージツアープレステージツアー、これをメインで使わせていただいてます。はい、ガットは何を貼られてますか。ガットはこれは今ポリープラズマというシグナムプロというメーカーのガットですね。すごく反発力が高いポリガットです。綺麗なオレンジ色ですね。これと合うかなと。おお、いいですね。なんかラケットのこだわりとかあります。柔らかいのが好きです。しなる感じとボールのホールド感があるものが好きで、なのでどちらかというとこういうボックスタイプの形状のラケットが一番好みです。うん、確かにまさしくっていうラケット使ってますね。そうですね、まあ、昭和なので少しノスタルジックな感じになります。いいですね。はい、はい、じゃあスポーツ歴ありますか。テニス以外に。テニス一筋ですね。大学生の時は冬はスキーに行ったりとかっていうことがあるぐらいです。新しい自分を発見したいと思ってフットサルにチャレンジしましたが3日でやめました。3日。はい、じゃあコーチ歴はどのぐらいですか。はい、コーチ歴は、大学生の時に4年間アルバイトコーチをさせていただいて、その後はしばらく全然違う仕事をしてまして、その後にノアに来させていただいて今6年約10年くらいですかね。10年。おお、そうなんですね。はい、では得意ショットは何ですか。はい、得意というか、まあ、好きなのはバックハンド、ね、バックハンドですね。はい、片手ですよね。片手です。レアですね、最近。お、じゃあ後で見せていただきますね。 ありがとうございます。お願いします。はい、では続いての質問に行きたいと思います。はい、テニスの好きなところはどこですか。そうですね、単純に楽しい、ね、楽しい試合してても練習してても。はい、じゃあ好きなテニス選手は誰ですか。はい、同年代の方は分かるかもしれないですが、一番好きな選手はジミー・コナーズ選手、あとジョン・マッケンロー、はい、最近で言うとアンドレ・アガシ。おー、アガシ。はい、はロジャー・フェデラーくらいですね。伝説ですね。はい、か古いですね。その辺の時代のテニス談義はすごくウェルカムですので、ぜひ話しかけてください。ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ好きなメーカーはどちらですか。はい、やはりヘッドですね。ヘッド、はい、もう大学時代からずっとヘッドで、はい、いました。はい、じゃあ次、じゃあ生まれ変わったらどんなテニス用品になりたいですか。そうですね、僕はグリップテープ。グリップテープかな。はい、なんか理由はありますか。目立たないんですけど、はい、こう手としっかり打つ人とラケットを結びつけて面の安定をしたりとかパワーを伝えたりとかっていう地味な割に結構プレーに重要なポイントなので、
の縁の下のなんとかみたいな感じが好きです。感覚でも一番大事かなと思いました。すごい今心に響きました、うん、はい。じゃあ自分の前世って何だったと思います？カピバラ。カピバラ、あれ、それも理由あります？ぼーっとしてる感じ。ぼーっとしてる、はい、あまりなんか考えてない感じ。考えてないはい、じゃあやめられない癖などはありますか？最近はビールがやめられないです。ビール、そんなに飲まれるんですか？1日4本休みの日、パックで買ってきたやつが全部なくなっちゃったんですね。だいぶ飲んでるみたいです、はい、はい、じゃあ休日の過ごし方は？はい、その通りで寝てます。寝てます酔っ払って眠ってることが最近は多いかな。はい、出かけたりもしますけど、ここ最近はちょっとね、なかなかできにくいので家でじっとしているって言ったりとか、家にベースがあるんですけど、ベースギターなんですけど、それを弾いたりとかしてます。お、ベースいいですね。じゃあ趣味はあります？はい、そう出ましたけど、最近はずっとそのベースギターを部屋でビケ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 って弾いたりしてるのがです。昔バンドをやってたので、そこでベースをやったりとかボーカルやったりとかしてました。じゃあいつかちょっと溝の口で演奏していただきましょう。はい、はい、では質問も残り2つになります。はい、はい、じゃあなあ溝の口子の好きなところはどこですか？そうですね、メンバーが和気あいあいと明るく、先ほどお話しした通り、もう50にもなる僕を、若い子たちがジロタンと呼んでくれるようなフレンドリーさがすごくいいと思います。はい、また本当にお客様にも優しくよくしていただいて、幸せな毎日を送らせていただいています。はい、こんな柔らかい環境を作ってくれる稲富コーチに僕もいつも感謝しております。はい、じゃあ次、じゃあレッスンのモットーは何でしょうか？はい、すごく僭越ですが、なるだけ丁寧にできればと思って、はい、日々レッスンさせていただいております。はい、それではじゃあ最後、じゃあ皆さんに一言何かお願いします。はい、皆様本当にありがとうございます。水の口子3年目を迎えさせていただきました。これも一人に皆様のおかげかと存じます。まだまだ私自身至らない支配人なんですけれども、はい、どうぞ今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。